大谷翔平選手、冗談だろ。驚愕の25号ホームランへの世界の衝撃がすごいことに。大谷はスランプを脱したようだ。海外の反応ということについて紹介します。今日、敵地クアーズフィールドでのロッキーズとの3連戦の初戦に2番 DH で出場した大谷翔平選手。クアーズフィールドは別名マイルハイスタジアムと呼ばれ、標高約1600メートルの高地にあり、気圧が低く空気抵抗が少ないために打球が飛びやすいことで有名な打者天国の球場で、大谷翔平選手は同球場では過去2018年と2020年に2試合ずつプレーし、6打数1安打の打率1割6分7厘で本塁打、打点は記録していませんが、3年ぶりのプレーでどれだけ遠くに飛ばすのか。またエンゼルスとしてはプレーオフ進出に向け1勝を積み上げられるかが期待された今日の試合。結果としては大谷翔平選手は第1打席ツーベースヒット、第3打席日米通算200号のメモリアルアーチとなる25号ホームラン、第4打席ライト前ヒットと5打数3安打1本塁打1打点で、今季8度目となる猛打賞、アメリカにこの呼び方はありませんが、メジャー両リーグ独走25号ホームランと大活躍でした。しかしエンゼルスはトラウタニ弾のリードを守りきることはできずに、8回裏にまさかの満塁ホームランで4点を取られ、衝撃の大逆転負け、3連敗となってしまいました。今季41勝36敗とし、ア・リーグ西地区5チーム中3位、またプレーオフ進出条件の地区優勝の3チームプラスワイルドカードのワイルドカード順位はギリギリ圏外の4位を維持しています。さて、そんな中、今回紹介したいのは第3打席での25号ホームランが世界に衝撃を与えているということについてです。第3打席2対2の同点、5回だし先制しておきたい、大谷頼む、ここで一発とネット上で声が上がる中、左腕フリーランド投手が投じた見送れば余裕でボールという内角のチェンジアップを豪快に振り抜き、詰まった打球にも見えましたが、ぐんぐん伸びて右翼フェンスオーバーとなる飛距離132メートルの勝ち越し25号ホームランを放ちました。なお、次の打席のマイク・トラウト選手もホームランを放ち、6月19日以来通算29度目となるトラウタニ弾となったのです。大谷翔平選手のこの一発には敵地もざわめき、被弾したフリーランド投手は冗談だろという絶望の表情をしていました。そしてエンゼルス地元中継局バリースポーツウェストはお祭り騒ぎに。実況のマット・バスガーシアン氏は、わっかっぱわお、これはストライクですらない、オーマイグッドネス、オーマイカモン、カイル・フリーランドを見てくれ、冗談だろって感じだ、この男は別の惑星から来たと絶叫し大興奮。ボール3つ分ぐらいは内角に外れてたよ、大谷はそれを正真正銘強振したんだと驚愕の悪球打ちに興奮が止まらないようで、解説で球団 OB のマーク・グビザ氏は、チェンジアップでした、翔平が唯一ちょっとだけ苦戦していた球でした、なんて素早い手の動きでしょう、ゾーン外のチェンジアップを捉えました、どうやってゾーン外のチェンジアップをあんな風に打つんでしょう、信じられませんと驚きの様子で2人揃って大盛り上がりしていたのです。また MLB 公式サイトのマイク・ペトリエロ記者は、大谷がライト方向へかっ飛ばしたこのチェンジアップの位置を見てくれよと、明らかにストライクゾーンから外れたチェンジアップのチャート図を掲載し衝撃を伝え、米スポーツベッティングサイトドラフトキングスなどで活動するジャレット・カラビス記者は、MLB ホームランリーダーの翔平、大谷が434フィートの爆弾を放ったと、爆弾という表現で驚きを伝え、 MLB 公式サイトのブレント・マグワイア記者は、翔平大谷とマイク・トラウトが2者連続で同じ距離434フィートのホームランを放ったと、メジャーホームランキング独走となる25号の一発を衝撃をもって速報していました。さて、それではここから今日の大谷翔平選手の25号ホームランに寄せられた海外の反応を紹介します。大谷はスランプを脱したようだ、言っただろ、本当に打つと言っただろ、俺は予言してたぜ、大谷はほぼ毎日ホームラン打ってるから、それは予言とは言わないよ、あのボールをホームランにするかね、全くクレイジーだよ、あれ、今季大谷の弱点は内角だって言われてなかった、大谷はもう誰にも止められない、全然ストライクゾーンでもない球をホームランにしてしまうんだ、本当に投手が気の毒だよ、フライかと思ってたけど余裕で入った、本当に規格外としか言いようがない、投手は大谷に何を投げればいいんだ、投手にとって大谷の存在は悪夢、前回一致の MVP2 人の選手による連続ホームランの記録はあるのか、彼らが記録を破ると思う。さて、
今日の試合終了後の大谷翔平選手の細かい成績を見てみると、77試合中リーグ4位タイの75試合に出場し、投手としてはこのような成績となっており、打者としてはこのような成績で、77試合で25本ホームランは年間ペースにすると 52.59 本になり、自身初の50本台に乗る成績となっています。そしてほぼ打率3割、ホームラン、オプス、長打率、ウォーがメジャー両リーグ1位という圧巻の成績を残し、ホームラン王だけでなく三冠王も目指せるものになっています。ア・リーグ MVP を取った2021年と、さまざまなメジャー新記録を成し遂げた2022年と現時点の2023シーズンの成績を比較してみるとこのようになり、今シーズンこれらの年を凌駕する成績を残していることがわかります。なお大谷翔平選手の6月の打撃成績はこのようになっており、変わらず素晴らしい成績を残しています。月間 MVP を取った2021年6月と2022年の6月と現時点の2023年6月の成績を比較してみるとこのようになり、今年の6月の成績の凄さがわかりますね。大谷翔平選手、メジャー両リーグトップ独走となる25号、そして猛打賞とバッティング絶好調。しかしエンゼルスはまさかの大逆転負け。ただ今シーズン半分近く消化した状態でワイルドカード順位4位と、まだプレーオフ進出を本気で目指せる位置にいます。切り替えて明日の試合楽しみにしたいと思います。まず連敗を止めましょう。今回の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。